嫌なんでシックエンドにいるの？しかも何も装備してないじゃない。え、もしかして装備なしでエンドラを倒せとか、そんなこと言わないわよね。は、そうだこれは夢なんだ。こんな状況ありえないもん。覚めてよ、夢なら覚めてよは、よかったやっぱり夢だった。ほんと嫌な夢だったわ。でもまあさすがにありえないわよね。シックさんどうしたの、そんな怖い顔して。あ、霊夢。いやーちょっと怖い夢見てたみたい。ほんと夢でよかったわ。そうなの、それは大変だったわね。今回の企画の説明をしたいんだけど、シックちゃん大丈夫？あ、うん大丈夫よ。今日の企画って何なの？装備なしでエンドラを討伐してもらうわ。いやー、嘘でしょ。夢じゃないやん。そんなの、そんなのは無理だー。悲しい。と言ってもただ単に装備なしでエンドラと戦うだけっていうわけじゃないのよ。え？そうなの？そのチェストを開けてみて。え？これ？うわなんだこのチェスト。なんか謎の粉が大量に入ってるんですけど。ふふふ、それこそが今回のつよつよアイテムの素材になるアイテム。魔法の粉なのよな。なんだってー。もうちょっとネーミングセンスなんとかならなかったの？魔法の粉の何が不満なのよ。ふっふっふ。でもその粉で作るアイテムの効果は最高なんだから。シックちゃんつよつよアイテム好きでしょ？好き。それじゃあ頑張ってつよつよアイテム作ってね。装備なしでエンドラ倒せって言われた時はどうしようかと思ったけど、なんだかめちゃくちゃやる気がみなぎってきたんですけど、これは最初は普通にサバイバルをしたらいいの？そうね、魔法の粉を使って作れるアイテムは全部で15種類あるんだけど、そのアイテムを作るためにもう一段階魔法の粉を加工しないといけないのよ。頑張ってそのアイテムを集めてちょうだい。そのアイテムって何なの？必要なアイテムはダイヤモンド、レッドストーンダスト、それに鉄インゴットに金インゴットね。最終的に15種類全部作ってもらいたいから、今言ったアイテムがそれぞれ15個ずつ必要ね。うちなかなかしんどそうなんですけど。でもまあ普段集めるアイテムですからね。シックちゃんなら問題なく集められますよ。ヨウム、装備禁止って言ってたけどツールは作ってもいいのよね。ええー、いいわよ。つよつよアイテムが一つ完成するまでは剣も作っていいことにするわ。その代わり防具は作ったらダメだからね。オッケーわかったわ。それでも最終的に装備なしでエンドラを倒すなんて、一体どんなアイテムなのかしら。武器や防具の類じゃないということだけはわかるよな。あ、山猫ちゃん、かわいい。お、いきなり村を発見したんですけど、これはラッキー、ハイソンでした。お、どんまい。これが俵だったらなぁ。でも家の壁に丸石が使われてるからここで丸石回収していきます。転んでもただじゃ起きないな。いや転んだらそりゃ起きるわよ。どういう意味じゃねえよ。ということで石のツールが完成しました。それじゃあ食料をもうちょっと確保したら地下に潜っていこうかな。食料集めしてたら壊れたネザーゲートを発見しました。お、火打ち石と落ち金は普通に嬉しい。まあ通常のサバイバルの流れで進むでしょうからね。基本的に特別な素材を集める以外は普通のサバイバルだわ。よしお肉もそこそこ集まってるしこのままここから地下に潜っていこうかな。防具を作ってはいけない条件があるので、洞窟を探索するよりもブランチマイニング狙いの方がいいでしょうね。とりあえず最初の素材が見つかるまではそうしてみようかな。15種類のつよつよアイテムの効果次第で立ち回りを変えてもいいしな。ふやっと石炭が見つかって松明が作れたわ。でもやっぱり最新バージョンになって新装岩ができて、ブランチマイニングの効率はかなり下がってるわね。掘るの大変です。よしやっと鉄のツルハシが作れたわ。さっきレッドストーンを見つけたんだが石のツルハシじゃ採取できなかったんだよな。確かこっちにあったはずだから戻って採掘しようと。あったあった。レッドストーンダストはいっぱい落ちるからこれで大丈夫そうよね。問題は金とダイヤですね。金とダイヤないなぁ。洞窟に繋がったから洞窟をちょっと調べて回ってるんだけど、ダイヤは当然としても金もなかなか見つからないのよね。なんかこの間のメサでスタートした企画で教えてもらいましたけど、メサでは金が出やすいみたいですね。あ、そうなんだ。でも探して見つかるようなバイオームじゃないしなぁ。お、あったあった。やっと金が見つかったわ。でもそれぞれ15個ずつ必要なのよね。これはなかなか時間がかかりそうね。まあダイヤフル装備を揃えるよりは簡単だけどな。あ、あったあった。やっとダイヤ見つかったんですけど。結構時間がかかっちゃったわね。でもこれでいくつか強強アイテムが作れるじゃない。楽しみなんですね。よし6個あったわ。なかなかいい方なんじゃない？それじゃあ素材アイテムの作り方を説明するわね。まずは魔法の粉を上下左右に配置して、ダイヤモンドを左上、レッドストーンダストを右上、金インゴットを右下、最後に鉄インゴットを左下に配置してちょうだい。お、なんか変な輪っかができたわよ。これが強強アイテムの素材になるの？チャームっていうのよ。まだ素材が余ってるから残りも全部チャームにしちゃいましょうか。オッケーわかったわ。なんかすごいカラフルなんですけど、これだけでも強そう。まああくまでもそれが中間素材だからね。そのチャーム自体には何の効果もないわ。それでこれからどうしたらいいの？それじゃあ今手持ちにあるアイテムで作れるのがいくつかあるから、それを先に作っちゃおうか。石炭ブロックを2個作ってくれる？はいできました。これで作れるの？作れるわよ。さっき事前にシックちゃんに丸石を焼いて石にしてもらったじゃない？何個か石にしたけど。そのできたチャームを真ん中に置いて、さっきのチャームを作った時みたいに上下左右に魔法の粉。こんな感じでいいのよね。そうそう。それで空いてる下の2マスに石炭ブロック、上の2マスに石を置いてみてくれないかしら。こんな感じ？よいしょっと。お？何これ？コウモリのチャームができたんですけど。そう、今回のつよつよアイテムはいろんなモブの力を得ることのできるアイテムなのよ。何それ楽しそう。でもこれどうしたらいいの？インベントリペットみたいにインベントリに入れてたらいいの？いやそれ食べ物なのよ。え？
いやこれ食べれるの？なんかちょっと乗り気しないんですけど。いいからいいから、シックちゃん試しに食べてみてよ。嫌だなぁ。でもこれを食べたら強くなれるのよね。仕方ないわね。それじゃあいただきまーす。お、なにこれ、明るい。お、採掘速度上昇と暗視がついてるじゃねえか。効果時間切れー。え？これ最高すぎない？ 15 種類あるってことはこれがさらにいろんな効果ついていくっていうことよね。最高すぎるんですね。はい、これは絶対に楽しい。ね、こういう効果がいっぱいついたら装備なしでもエンドラを倒せる気がしてきたでしょ。モリモリしてきました。ねえねえ霊夢、今シックが持ってるアイテムで他のチャームも作れないの？あ、作れるわよ。次は石の剣を2つ使うから石の剣をもう1個用意してくれる？石の剣ね、オッケーわかったわ。それじゃあさっきみたいな感じで上のスペースに石炭、下のスペースに石の剣を置いてみてちょうだい。あれ？何にもできないわよ。荒くだったわ。ごめん、上下入れ替えてちょうだい。ん？入れ替えても何にもならないわよ。ちゃん左側入れ替わってませんよ。あ、ほんとだ、そっくりしてたわ。ちゃんそれを言うならうっかりですよ。お、入れ替えたらウィザスケのチャームができたんですけど、これは強そう。めちゃくちゃ気になるわね。シックちゃん早く食べてみて。まあまあ、ゆりこそんなに慌てないの。お、これは力がみなぎってきました。お、力さんだってよ。これで攻撃力も上がった感じか？最高すぎるんですね。シックちゃんもうこれで武器はいらないでしょ？ここからの戦闘は全部装備なしでいきましょう。攻撃以外でツール類を使うのは許可するわ。オッケー、わかったわ。手製石を軽々壊せます。それじゃあどんどん行くわよ。今度は四隅すべてを鉄インゴットで埋めてちょうだい。こんな感じかな？あ、これはなんとなく誰か想像できるわね。アイアンゴーレムなんですね。これはどんな効果なんだろう？イメージ的に硬くなれそうですよね。あ、やっぱりそうだ。耐性のレベル4がついたわ。すごいじゃない。3つ食べただけで攻撃力と防御力が上がって、採掘速度上昇と暗視もついてるだなんて、15種類食べ終わったらどうなっちゃうの？楽しみすぎます。それじゃあ次は4箇所ウールで埋めてもらおうかな。お、今度は羊さんだ。これはちょっと効果が想像できませんね。一体何なんでしょう？まあ食べてみればわかるわよ。いただきまーす。何がついたの？低速落下がついたみたいだな。これで落下ダメージを受けなくなるわね。最高すぎるんですね。どんどん強くなれるんですけど。低速落下ってイメージ的には鶏さんですけどね。チャーム15個分の素材が集め終わったから地上に戻ります。あとはそれぞれの素材を集めていくだけね。お、あれってアメジストジオードきた。うお、すごい偶然だな。たまたま地上に出ようとして真上に掘っていたらアメジストジオードに当たるなんてな。嬉しすぎるんですね。シックちゃんアメジスト好きですもんね。そうなの、シックアメジスト好きなの。最高すぎます。よし、地上に戻ってきたわよ。霊夢、チャームの素材って全部オーバーワールドで集まるの？いや、ネザーの素材が必要なのもあるにはあるわね。あ、そうなんだ。でもほとんどはオーバーワールドで集まる感じなのね。あとは何を集めたらいい？そうね、この辺でも問題なく集まるものといえば、骨、ゾンビ肉、生のタラ、糸、クモの目、イカスミ、ステーキ、皮、この辺を集めてもらえるかしら。うわ、結構多いじゃない。まあそうか、全部で15種類もあるんだもんね。オッケー、わかったわ。早速クモが見つかったからこれで揃うといいな。よし、それじゃあクモ系の素材が集まったから作っていくわよ。これはどう考えてもクモのチャームができますよね。あれ？また上下逆かな？あ、できたできた。やっぱりクモのチャームだったわ。クモの特殊能力って何なんだろうな。食べてみたらわかるわよ。ちょっとあんまり食べたくないけど。すごいわね、シックちゃん。私なら食べられないわ。思ってても言わないでください。消えました。そう、クモの効果は透明化でした。すごい、これで敵に狙われなくなるんですね。シックの姿が見えなくなるの嫌だな。意外とシックちゃん喜んでないみたいです。滝へのシックも消えとく。それはやめてください。イカ発見。ふシックの姿は見えてないよね。見えてても襲ってきませんけどね。というかシックちゃんなんでダイヤで殴ってるんですか？え、だってみんなダイヤ好きでしょ。だから少しでもダイヤ見せてあげようと思ってね。意外に視聴者さんに配慮してたシックちゃん。ダイヤ好きな人は高評価していってね。よし、イカスミが4つ集まったわよ。イカチャームの効果は何だろうな。え、シックちゃんよくイカのチャームだってわかったわね。むしろこれでわからない人いる？骨はもう一個かな？あ、ちょうど目の前にスケルトンいるじゃない。これで骨集まるかな？あ、ちょっと待って。起きないんですか？よし、それじゃあイカチャーム食べてみようかな。お、このマークってもしかして、水中呼吸。これもいい効果ですね。どん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 サバイバルが楽になっていきますね。もう一列じゃ収まりきらないくらいの効果がついてるわ。そういえばクリーパーの素材ないけど、クリーパーってないの？そうなのよね。どうやらクリーパーはないみたい。シャボーン。力アップの効果がついてるけど、やっぱり装備なしで攻撃するだけじゃダイヤやネザライトの剣の攻撃力には劣るわね。まあそれはそうね。このチャームのいいところは長時間強い効果を重複させられるところにあるからね。まあそもそも武器なしで殴るなんていう使い方想定されてないだろうからな。確かに。ゾンビ肉集まったからゾンビチャーム作っていきます。ゾンビチャームもあんまり効果が想像できないよな。イメージ的に空腹とかがつきそうです
けど、ここまでの流れを見る感じ悪い効果はつきそうにありませんしね。よし、それじゃあ食べてみるわよ。あれ？何か変わった？新しい効果はついてないよな。運効果が重複してるのがあるのかな？もしかしたらウィザスケあたりの効果の介護感だったのかもしれないですね。あ、力にとかだった可能性はあるよな。そういうパターンもあるのね。あ、スケルトンだ。こら、骨をよこしなさい。あれ？起きたかな？ちょっと見えなかったわね。あ、起きてる起きてる。よし、それじゃあスケルトンのチャームを作るわよ。スケルトンじゃないんですか？狼ちゃんのチャームだったわね。でもスケルトンよりなんか効果は想像できそうだよな。ちょっと楽しみなんですけど、いただきまーす。好きだ好きだー。お、これはいいじゃねえか。この効果は最高すぎる。効果もかなり増えてきましたね。早く揃えてエンドラと戦ってみたいわよね。そういえばシックの防御力ってどれくらい強くなってるんだろ。クリーパーの爆発受けてみようかな。お、そこそこ近かったのにハート2個しか削れてないわよ。防具なしでそれだからね。かなり硬くなっていることは間違いないわね。あ、いたいた。やっとタラを見つけたわ。鮭はいっぱいいたけどタラはなかなか見つからなかったのよね。やっぱり生息域って同じじゃないのかな。たまたまじゃないか。お魚さんチャームなのかな。あれ違う。どうやら山猫ちゃんチャームみたいですね。なるほど、お魚さんが好きな山猫ちゃんのチャームなのね。山猫ちゃんならやっぱりあれかな。うん、イメージ通り跳躍力上昇がついたな。うわ、結構高く飛べるわね。移動速度に跳躍力上昇、それに落下速度低下もついてかなりネザーで探索しやすくなるんじゃない。これは嬉しすぎる。さっき言われた素材ってほぼ集め終わったっけ。あとは皮とステーキガマだね。そうだった。でもこれはすぐに集まりそうね。目の前に馬さんも見つけたし、牛さんも割とすぐ見つかるでしょうしね。お肉が焼き上がりました。今回はステーキを上に、それと下に皮を置いてくれる。お、これはそのままなのね。牛さんのチャームができたわね。これ何がどうなるんだろう。お腹が空かなくなってくれたら嬉しいんだけどな。お、ハートマークということは再生じゃないか。うわ、マジだ。牛さん強すぎるんですけど。再生さんはすごいわね。これもう実質死ぬことがなくなったんじゃないの。とりあえずこの辺で作れるチャームはこれぐらいかな。それじゃあシックちゃん、次は頑張って村を探してみよう。え、村？村で手に入る素材で作れるのがあるの。そうね、目的のものが手に入ったらあと2個は作れるかな。オッケー、わかったわ。よし、それじゃあ村探すぞ。やった、見て見て、村を発見したわよ。てこれ、最初に見つけた廃村じゃねえか。しょぼーん、村なかなか見つかりません。あ、湿地帯じゃない。シックちゃん、ここでスライムボール4つ集めてくれる。スライムボールで作るチャームもあるみたいなのよね。あ、そうなの。オッケー、わかったわ、任せといて。ということで夜になってスライムを見つけました。スライムも明るさの影響を受けるみたいだな。昼間は全然湧きませんでしたもん。よし、なんとか4つ集まったわね。これでスライムのチャームができるはず。ということでいただきまーす。あれ、また増えてない。また重複効果みたいね。お、跳躍が2から4に上がってるな。結構ジャンプ力が上がったんじゃないか。うわ、マジだ。かなりジャンプ力高くなってる気がするわ。これはいいわね。ネザー探索がはかどります。やっとだ。やっと村が見つかったわ。お、しかもかなり俵が置いてあるわね。これで食料も気にしなくてよくなるわ。あ、シックちゃん、実は俵もチャームを作る素材として使うから、全部小麦にしないで2つは確保しておいてね。そうなの。わかった、俵のまま持っておくわね。2種類って言ってたけど、あとは何なの。もう1種類はエメラルドを4個使うから、不足分は交易でなんとか集めてくれる。わかったわ。確か農民さんがいたから、小麦と交換できるようになるまでガチャしてみようかな。あ、いや、この漁師さんが石炭と交換してくれるから、ここで補充しちゃおう。俵も手に入ったし、暗視もついてるから、もう石炭必要ないでしょ。それじゃあ素材全部集まったから、クラフトしていくわよ。まずはエメラルドの方でいいかな。エメラルド4つということは、四隅にエメラルド配置するだけでいいですからね。はい、これでよし。お、村人さんのチャームだ。これ食べるのちょっと気が引けるな。まあ村人さんを直接食べるわけじゃないからね。そういうもんだと思って目をつぶって食べてちょうだい。次はこれでいいの。あれ、今回も逆なのかな。ちょっと入れ替えてみるわね。あ、できたできた。これは馬さんのチャームね。馬さんだとなんかより早くなれそうだな。まあまずは村人さんから食べてみようかな。村人さんから食べるという表現やめなさい。あら、シックちゃん、食いしん坊さんなんだから。そういう問題じゃねえよ。お、これ村の英雄じゃない。一気に村人さんの人気者になれましたね。最高に役に立ちません。まあ今回はもう攻撃することはないだろうからな。よし、それじゃあ次は馬さんのチャーム食べていくわよ。あら、やっぱり効果は増えないんだな。しかし視野角が広がりましたので、おそらく速度上昇のレベルが上がってますね。あ、ほんとだ。レベルが2から3に上がってるわね。どうもスピードスターシックです。何それ。よし、それじゃあとりあえず今作れそうなのは全部作れたみたいだから、ネザーに行ってサバイバルを進めるぞ。確かこの村渓谷とガッチンコしてた気がするんだけど。あ、あったあった。この渓谷の下に降りればマグマあるかな。結構深そうだし、ありそうだよな。お、この下ありそうじゃない。あ、ウーパールーパーちゃん、かわいすぎんか。え、何かクルクルしてるんですけど。この破壊力ヤバすぎるわね。もうちょっとウーパールーパーちゃんたちと遊んでたいけど、ずっとこらえてネザーに行ってきます。シックが見えません。よし、ネザーに到着。さて、ネザー要塞かピグリン要塞探さないとね。お、今回もピグリン要塞探す感じか。そうなの。シック気づいちゃったのよ。エンダーパール集めるにはピグリン要塞めちゃくちゃ
ちゃ便利だってことに。まあピグリングルートが強いからガチサバイバルの時は結構リスク大きいけどね。作業台禁止縛りでもいけたんだしなんとかなるでしょ。とりあえずこの能力をフル活用して要塞探すわよ。あ、やべこれ届かないわ。じゃあ、あれ？そんなに熱くない。耐性もついてるしダメージを受けてもすぐさま回復していってるわね。防具を着てないので耐久値の心配をする必要もありませんし、これずっとマグマにいても平気な感じですね。最高かよ。はぁ、あ、戦いんですね。マグマだいぶ満喫しすぎ、注意ですよ。ダメだ、こんなことしてる場合じゃねえ。早く要塞見つけないといけないんだった。ほんと早くお願いしますね。もう動画115分なんだから。お、ピグリンがいるじゃない。結構金インゴット余ってるからここで最初のブツブツ交換してみようかな。ということでブツブツ交換中です。いいわね、早速エンダーパール落としてくれてるじゃない。最高なんですね。結局最初の2つしか隠れませんでした。金鉱石で集め直して第2ラウンド開始してます。今回はピグリンの数が多いからサクッと終わりそうだな。お、エンダーパール投げてくれた。これで6個になったわね。あ、しっちゃん実はエンダーマンのチャームも作れるのよ。エンダーパール4個使ってチャームを作ってみてくれないかしら。そうなんだ、わかったわ。どんな効果なのかな。水に弱くなったりしないといいけどな。ということでエンダーチャームを作りました。どんな効果なのかちょっと気になりますよね。お、なになに。吸収がついてるわね。あ、ほんとだ、黄色のハートができてる。え、でもこれってダメージ受けたら減るんじゃなかったっけ。そうですよね。効果時間の表示は長いですが、ハート6個分削られたらそれでおしまいということですよね。今までで一番使えないやん。素材が重たいからな。金リンゴみたいに何個も持っておくというものでもないよな。今回唯一のハズレ枠かもしれないわね。あ、ラストだ。今日のシックは超人的な能力を身につけてるのよ。これ待ちなさい。これは楽しい。ガットとの空中戦を制しましたね。あ、ピグリン要塞発見。いいわね、今日も金ブロックがいっぱい見えてるじゃない。これ集めてブツブツ交換したらエンダーパールもすぐに集まりそうだわ。あ、ブルートだ。今日のシックは一味違うのよ。さあ来なさい。正々堂々と戦ってやるわ。あれを正々堂々と呼んでいいのか。あ、でもすごい。ピグリンブルートの攻撃を受けてもほとんど体力が減りませんね。これ耐性と再生の力が想像以上に強いわね。最高すぎます。こんな子も楽々あされちゃうんですよね。すごい金ブロックの数ね。これだけあればブツブツ交換もはかどりそうよね。絶対エンダーパール集まるでしょ。これは楽勝すぎる。え、ピグリン要塞結構苦労して見つけたと思ったんだけど、ネザーゲートとこんなに近かったのね。最初出てきた時にじっくりと周りを見渡してたらすぐ気づけた距離だよな。かっくし、ピグリン3体確保しました。よし、さっき手に入れた大量の金ブロックでエンダーパール集めまくってやるわ。全然くれません。今回あんまりエンダーパールくれないな。ちょうど横が歪んだ森だから交換しながらエンダーマン倒したらどうだ？そうしようかな。メーカーの状態で見つめてもこっちに来てくれるのかしら。なるべくピグリンの近くで戦いたいのよね。お、こっちにも2体いるわ。うわった。どうやら透明化はエンダーマンには通用しないみたいですね。まあ全然いいんだけどね。こっちよ、いらっしゃい。こっちでシックと戦いましょう。空中コンボ決められてます。落下速度低下の影響と攻撃のノックバックで空中で攻撃を受けると浮かび上がっちゃうんだよな。なかなか下ろしてくれないのよね。しかもゾンビが叩いちゃってややこしいことになってます。エンダーパール14個集まったんだけど、ほとんどごぼう人間のドロップでした。いや今回ピグリンマジでエンダーパール出してくれなかったわね。そんな悪い子は燃やしちゃうわよ。こら怖い。上からマグマ降ってきたら熱いわよ。あ、危ない。あ、怖い怖い怖い。頭上のマグマ、あやばい、救えなかった。よし、ネザー要塞見つかったぞ。お、親の後ピグリンたちどうなったんだ。よし、ネザー要塞見つかったぞ。なんか全てを察してしまった。この能力のおかげでブロックを積み上げるのも楽すぎるんですけど。あら、イザスケさんこんにちは。そしてさようなら。ブレイズのスポナー見つけました。いいじゃない。いい感じで上が塞がってくれてるわ。ちょっと空いてるからもうちょっと補強して。よし、これで逃げたりしないでしょ。いけてて。え、今ブレイズから攻撃してきた？確かにしてきましたね。ブレイズちゃんに透明化は効かないのかしら？上等じゃない。それならやってやるわ。攻撃されてなくてもやるんですけどね。さあ、シックさん、これが最後のチャームよ。ブレイズパウダーを四隅に置いてチャームを作ってちょうだい。ブレイズのチャームできちゃった。これはもう食べるまでもないわね。効果は確実に火炎耐性ですよね。これでマグマだいぶし放題なんですね。もう何回もしてるやん。よし、それじゃあエンドラ討伐頑張るぞ。あの後無難に必要数のブレイズロッドをゲット。すぐに現世に戻ってエンド要塞を見つけ、ポータルの部屋も割と早く発見することができました。今回はエンダー愛が足りなくなるなんてことはなかったわ。トン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 ドーン。よし、待ってなさいエンドラ、行くぞー。よし、この持ってる能力をフル活用してエンドラを攻略してやるわ。エンドラ戦ツール以外の装備禁止だから弓矢も使えないのよね。そうなの。でもこの力で柱の上にひとっ飛びよ。よし、これくらい積めばいいかな。いけー。え、大丈夫、それ届く？さすがに大丈夫でしょ。これで届かないはずが。あ、いや、ちょっとやばそうなんですけど。あ、でもさすがに奈落に落ちたりはしないわね。危ねえ。よし、なんとか上に登ってこれたわ。鉄格子だけ通橋で壊させてもらって。よし、これでエンドクリスタル一つ目破壊。次はあっちよね。よし、ここからもブロックを積み上げて飛び移りながら行ってやるんだから。これ下か
から弓矢で撃つよりもはるかに楽だな。さすがのチート性能ね。エンドラセンとの相性抜群じゃない。よし、これは楽々届きそうね。上からスルリと入って、ハイエンドクリスタルドーン。あれ？壊れない。壊れたわ。よし、これで最後のエンドクリスタルね。なんか柱が今まで見たことのない様子になってるな。今回のクリスタル破壊楽しすぎる。あとはエンドラだけですね。もう落下ダメージがない時点で負ける要素ないわね。なんか知らないけどブレスも効かないんですね。あれ？なんでなの？ブレスは火属性なのかしら？一応このブレスも火の玉という扱いみたいなので無効化されてますね。最強すぎるんですけど。やっぱりさすがに武器なしだと攻撃力は弱かったけど全く問題ないわね。じゃあねエンドラ、今回は相手が悪かったわね。でも悪いのはシックじゃないのよ。このスカフを選んだ霊夢なんだから。なんで私のせいになるのよ。これで終わりだー。じゃーモンスターチャーム最高。最後まで見てくれてありがとう。次の動画も絶対に見に来てねー。バイバイ。